目のクマでお悩みの方は多いのではないでしょうか。目のクマの原因としては、睡眠不足や疲労、ストレス、体調不良による血行不良だけでなく、眼精疲労、ドライアイも目のクマには良くないことが分かっています。でも、なぜ目の周りにできてしまうのでしょうか。それは、目の周りのまぶたや皮膚が周りの皮膚と比べとても薄く、卵の薄皮程度しかありません。そのため、皮膚の下の血管の色などが透けて見えているからです。睡眠不足や疲労、ストレスによるうっ血などで血液が黒ずんでいたり、皮膚にメラニン色素が沈着した状態では、その部分が黒ずんで見え、それが目のクマとなります。つまり、目のクマを取るには目元の血流を改善することがポイントです。セルフケアとしては、蒸しタオル、濡れタオルを交互に2、3セット行う。下まぶたの目尻、目頭、上まぶたの目尻とまぶたの縁を薬指で1周、2、3回ほどマッサージするのがおすすめです。マッサージでくれぐれも大事なことは、やりすぎないことです。他にも、体を冷やさないことや、頭痛や肩こりの解消といったことも大切です。慶心堂では、皆様に合った方法で悩みを改善していきます。クマにはお顔のリンパや血流を改善してくれる美容鍼灸がおすすめです。ぜひご相談ください。